はい、どうも、銀杏と申します。探偵神宮寺三郎、赤い蝶。今回で9回目です。3章の始めからです。爆発があったのはビルの奥。俺がさっきまで尾崎と話していた部屋の外壁部分だった。今、あたりには静寂とともに焦げ臭い匂いが漂っていた。いつ爆弾を仕掛けた？もし、あと少し、ここを出るのが遅れていたら、俺は心底からゾッとするものを感じた。とにかく、今状況を調べよう。それから警察に連絡だ。それより尾崎が大丈夫なのかを先に見た方がいいと思うけどね。どこを見る？この辺り、残骸を調べます。パーティー会場の爆破現場にあったものと同じタイマーのようだ。これも時限爆弾だということか。そして赤い蝶の仕業ということだ。どこを見る？窓を見てみます。窓ガラスはほとんどなくなっている。爆発の衝撃で吹き飛んでしまったのだろう。窓から部屋の中を覗くと、そこに尾崎の姿は見当たらなかった。尾崎さん。部屋からは何も聞こえてこない。尾崎は部屋にいないのか？ひとまずこんなところか。爆弾は室外機の陰に置かれていたのだろう。一体いつこんなことを。その時窓からかすかなうめき声が聞こえてきた。尾崎さん？尾崎さん、大丈夫ですか？尾崎が部屋にいるのは間違いなさそうだな。どうする？移動します。すぐに尾崎の様子を確認しよう。俺は入り口に回ると尾崎の部屋へ急いだ。部屋にはガラスの破片が散乱し、外にも勝る惨状となっていた。尾崎さん。あれ、左下、なんだろうね、あれね、赤くなってるね。俺の呼びかけに、さっきよりも幾分かはっきりとした尾崎の声が返ってきた。尾崎を探そう。どこを見る？じゃあ、左下見まーす。これね。絨毯が血で染まっている。これは、俺は机の裏側を覗いた。そこには全身から血を流す尾崎の姿があった。その体にはガラスの破片が突き刺さっていた。尾崎さん、大丈夫ですか？尾崎さん？まさか、あいつのわけが。うめきながら尾崎が上言のようにそうつぶやいていた。あいつ？いや、今はそんなことはどうでもいい。早く救急車を呼ばなければ。どうする？ Y ボタンで持ち物を使います。いいのかな？携帯使って。携帯電話。使う。俺は携帯を取り出し、消防署に電話をかけた。救急車はすぐに来るとのことだった。俺は警察の方も手配してから携帯をしまった。ふう。
窓の外を見ると、いつの間にかビルの外には人が集まっていた。皆、何事かという顔でこちらの様子を伺っていた。近所の人間が爆音を聞きつけて集まってきたのだろう。そのうちマスコミも駆けつけてくるに違いない。また事件が起きてしまったな。俺は苦いものを噛みしめながら警察と救急車の到着を待った。やがて来たパトカーによって俺はヨドバシ署へと、そして尾崎は救急車で近くにある西新宿病院へと運ばれた。俺は目撃者として警察から事情聴取を受け、深夜近くになった頃にようやく解放された。陽子くんはまだ事務所にいるだろうか。連絡しなければな。そう思いながら受付を歩いていると、見慣れた顔が入り口から入ってきた。どうする？話す。誰と話す？クマさん。クマさん、まだ勤務中か？神宮寺君、おかげさまでな。君からの通報があった件に駆り出された。今まで被害者の病院に行っとったところだよ。尾崎さんか。大丈夫だったのか？ああ、幸い命に別状はなかったようだ。もう意識を取り戻しておってな。話も聞けた。そうか。俺はひとまずほっと息をついた。何を話す？爆弾のこと。今回仕掛けられた爆弾については何か分かったか？いや、まだ鑑識に回したところだ。詳しいことは何も言えんよ。ただ、爆弾には、パーティー会場に仕掛けられたものと同じタイプのタイマーが使われていたようだ。今回の事件も赤い蝶を名乗る者の仕業と考えていいだろう。あの爆弾がいつからあそこに置いてあったのかは分かっているのか？いや、ただ、尾崎博士が昼頃に見たときは何もなかったらしい。警察も後援会事務所の巡回は定期的に行っておったんだが、担当の人間が爆弾が置いてあった場所を確認しておらんかったそうでな。今日の昼以降、いつ爆弾が置かれたのかは分かっていないということか。ホテルの防犯カメラに映っていた男は現場では目撃されなかったのか？ああ、今のところ目撃証言はない。担当者が巡回した時には関係者以外見かけなかったという話だ。何を話す？尾崎のこと。尾崎さんからはどんな話を？尾崎博士からは主に人の出入りについて聞いたんだが、今日の17時には NPO のボランティアスタッフたちが全員帰宅したそうだ。その後、佐伯議員と後援会の人間がそれぞれ入れ替わりに訪ねてきて、18時半頃に君が訪ねてきたそうだな。ああ。そして19時頃に爆発があった。この話を参考に明日からは関係者に話を聞いていくつもりだ。何を話す？尾崎と檜山の関係。尾崎さんなんだが、檜山慶一の友人だったことは知っているか？ああ、知っとるよ。クマさんはあっさりとうなずいた。東条産業爆破事件では檜山の周りの人間も徹底的に調べとるからな。友人関係も当然調べたよ。
そうか。尾崎が関わり合いになりたくないと思っていても、警察は尾崎たちの存在をちゃんと突き止めたんだな。あの捜査は事件が事件だけに公安が出張ってきてな。家宅捜索までしたくらいだ。家宅捜索？ああ、尾崎博の。熊さんはそこでハッとしたように口をつぐんだ。いかん。余計なこと言ったか。いつも言ってるけどね、余計なことは。何を話す？もう言ったからには教えてくれ。尾崎の家宅捜索。20年前、尾崎さんが家宅捜索を受けたというのは？いや、テロへの関与を疑われたということか？そういうわけじゃない。いわゆる見込み捜査というやつだよ。熊さんは仕方なさそうに話した。あの事件では檜山単独の犯行を示唆する証拠しか上がらなかった。しかし公安はそれだけじゃ満足せん。檜山の周囲に危険分子がおらんかも、ついでに調べたというわけだ。危険分子。檜山と同じく過激な思想を持つ者がおらんかとな。何かしでかす前に目をつけておこうという魂胆だ。しかし、それで家宅捜索まで？そこまでされたのは尾崎博だけだがな。熊さんは辺りに誰もいないのを確認すると、一層声を潜めた。20年前当時、彼は過激派と付き合いがあったらしくてな。それで公安に目をつけられた。過激派と？大学の先輩にそういう活動家がいたらしい。大学。単に先輩後輩としての付き合いがあっただけではないのか？本人はそう主張したよ。しかし、公安は強引に捜査令状を取ってな。だが、そこまでして洗っても目星いものは何も出なかった。捜査はそれでしまいだ。そして尾崎は無事捜査対象から外されたか。何を話す？正臣の捜査協力。20年前の東条産業爆破事件で、佐伯議員が警察に提供した情報を教えてもらえないか？どうしてそんなことを？東条産業爆破事件と今回の事件には何か関連があるかもしれない。東条産業爆破事件のことは少しでも詳しく知っておきたいんだ。漢字がいっぱいなんだよ。もう読み慣れてきたけど。ふむ。熊さんは思い出そうとするように髭を撫でた。佐伯正臣が檜山健一に関して捜査本部に提供した情報は、檜山が東条産業の産廃処理施設建設計画の反対運動に協力しておったことや、事件で使用された爆薬の原料となるものを檜山が在籍していた大学から盗んでおったということ。犯行声明文にあった名前と同名の赤い蝶という詩を書き残しておったことなどだな。その情報で警察は檜山に捜査対象を切り替えたのか？ああ、その頃、捜査本部は反対運動に参加しておった地元住民を中心に捜査していたんだが、檜山を調べたところ、住んでおったアパートの部屋から爆弾製作の証拠や犯行声明文作成の証拠などがぞろぞろ見つかってな。檜山は黒だと判断されたわけだ。ひとまず、こんなところか。先生。その時、聞き慣れた声が入り口の方から聞こえてきた。
振り返ると、そこには陽子くんがいた。どうする？話す。誰と話す？陽子。先生、ご無事でしたか？陽子くんは珍しく取り乱した様子で俺の元に駆けつけてきた。ああ、俺は無事だが。本当ですか？何この顔。そして、この手は何？陽 子くんは俺の全身を見つめてから、ようやくほっとしたように息をついた。手が本当気になるけど。熊野さんから連絡を受けたときは、心臓が止まるかと思いました。熊さんから？ああ、そうだ。君が取り調べでとっ捕まっておると聞いたから、急ぎで連絡しておいたんだよ。神宮寺君が爆発に巻き込まれてしばらく帰れそうにないとな。言い方。熊さん、説明が足りないよ。母、あの時わしにも状況がよく分かっておらんでな。心配しました。すまん。余計な心配をかけてしまったな。俺も連絡をしないで悪かった。すまなかったよ。お二人とも。揃って謝る俺たちに、予告は小さく吹き出した。わかりました。そんなに謝らないでください。先生がご無事だったのなら、それで十分です。どうする？私はこの陽子は偽物だと思ってるからね。移動します。陽子の帰りがあまり遅くなるといけない。今日はもう退散した方がいいだろう。じゃあ、熊さん、俺たちはこれで。ああ、気をつけてな。失礼します。今日はありがとうございました。俺と陽子くんはクマさんに見送られながらヨドバシを後にした。陽子くん、もう帰るだろう。駅まで送るよ。よろしいんですか？ああ、これくらいのことはさせてくれ。では、お言葉に甘えて。なんでちょっと顔赤くなってんの？俺と陽子くんは連れ立って駅の方へ歩き始めた。今日は本当に驚きましたが、ご無事でよかったです。ああ、俺はな。しかし、尾崎は怪我を負った。尾崎さんが？また変な手してるよ。幸い命に別状はなかったようだが、かすり傷では済まないレベルの被害者が出てしまった。ヨコ君は自分の手を握りしめるとつぶやくように言った。犯人、早く捕まるといいですね。捕まえるよ、必ず。これ以上被害は出させない。じっちゃんの名にかけて。 先生、でもどうかご無理はなさらないでくださいね。それだけはお願いです。ああ、俺は前だけを見据えてうなずいた。爆発を目の当たりにした時のショックはまだ残っていた。人知れず忍び寄る犯人への恐怖もある。だが、俺の胸には強い怒りが渦巻いていた。爆弾という無差別な凶器を使う犯人への怒りが。俺は駅まで陽子くんを見送ると、一人事務所に戻って酒も飲まずに眠りについた。明日の調査に備えるために、一刻も早く犯人を捕らえるために。11月13日、神宮寺探偵事務所。翌日は爆弾が爆発する夢で目が覚めた。
俺は最悪の目覚めを何本かのタバコでごまかしつつ、寝室から事務所に降りた。陽子くんはまだ来ていないな。時計を見ると出社時間には少し早かった。今朝のニュースを確認しておくか。どうする？見る。何を見る？テレビ。俺はテレビをつけ、今朝のニュースを見た。ニュースでは昨夜の後援会事務所での爆破実験を報じるとともに、再び届いた犯行声明文を公開していた。また来たんだね。声明文は前回と同様、佐伯正臣事務所とマスコミ各社に今朝方郵便で届けられたそうだ。俺は画面に食い入るようにしてその文面を読んだ。11月12日、赤井長は佐伯正臣後援会事務所で爆破を決行した。長の求めに未だ応じずにいる、その報いとして。赤井長は幾度でも求める。真実を告白せよ。望みを叶えるためならば、長はさらなる豪華へと向かう。さらなる豪華へと向かう。爆弾の威力をこの先強めていくという脅しか？赤井長はこの先もまだ被害を出すつもりなのか？俺が焦燥に駆られた時、事務所のドアが開いた。おはようございます、先生。陽子くんは事務所に入ってくると、俺が見ていたテレビの画面をちらりと見た。もうニュースはご覧になったんですね。ああ、また犯行声明文が届いたそうだな。はい。早く犯人を止めないといけませんね。ああ。つぶやく陽子くんに俺は強くうなずいた。どうする？話す。誰と話す？陽子。陽子くんは俺に尋ねてきた。今朝の調査はどうされますか？今日は手当たり次第に情報を集めようと思っている。昨夜の事件のことから東条産業爆破事件のことまでな。君も手伝ってくれるか？わかりました。私は何をしましょう？ひとまず佐伯議員の事務所に一緒に行こう。詳しいことは佐伯議員たちの話を聞いてからだ。わかりました。どうする？じゃあ移動します。どこに行く？外に出ます。じゃあ行こうか。はい。陽子くんはバッグを持ったまま俺と一緒に事務所を出た。陽子くんが一緒ということもあって今日はミニで行くことにした。俺はミニのエンジンを回すと佐伯正臣事務所へと向かった。ミニをコインパーキングに止めてから正臣の事務所前に行くと、そこには相変わらずマスコミがいた。だが今までほどの騒がしさはなく、彼らの間にはどことなく張り詰めた空気が漂っていた。よう、神宮寺さん。マスコミの中にいた志賀が俺にすっかり打ち解けた様子で声をかけてきた。どうする？話す。誰と話す？志賀明。なんだ、またえらい美人連れてるな。紹介してくれよ。志賀は俺の隣にいる陽子くんに興味深そうな目を向けてきた。俺の助手だ。助手？へえ、そりゃ羨ましい。俺も美人助手とか美人秘書とか連れて仕事したいよ。
血が心底から羨ましそうにため息をついた。こっちはいつ巻き添え食うかわからない中、朝っぱらから張り込み続けてるってのに。巻き添え。マスコミの様子がおかしいのはそれを不安があってのことか。ああ、このまま取材を続けて爆破の巻き添え食ったらどうしようってな。やっぱり怪我人が出たってのはシャレにならないよ。前は被害自体はどうってことなかったのに。確かにパーティーの時は騒動こそ大きかったものの大した被害はなかった。今までマスコミがどこか無邪気に騒いでいたのもそれが大きかったのだろう。まあトップニュース扱いの事件だ。どこも取材を引っ込める気はないだろうけどな。現場はせいぜい破片に当たらないようにネタを拾うだけだよ。マスコミも大変だな。誰と話す？志賀明。しかし昨夜の事件で俺の推理は補強されたよな。犯行は正義の鉄槌だと？こんな被害を出してもか？本人がそのつもりならな。20年前だって赤井町は被害を出してるんだ。俺は赤井町が悪人は死んでも当然くらいの考えの持ち主でも驚かないけどな。だがどんな理屈があろうとこんなことは許されないはずだ。たとえ尾崎が不正を働いていようともこんなやり方は許せない。どうする？移動します。どこに行く？中に入ります。待たせたな。行こう。俺は陽子くんを促して事務所の入り口に向かった。ああ、神宮寺さん、何か情報が入ったら教えてくれよ。また交換しようぜ。俺は志賀に軽く手を挙げて事務所の中に入った。神宮寺さん、美園さん、お待ちしていました。事務所に入ると薫が俺たちを待ちわびていた様子で出迎えてきた。どうする？話す。誰と話す？佐伯薫。昨夜は尾崎さんのところにいらっしゃったそうですね。ご無事でよかったです。ええ、しかし尾崎さんは。はい、聞いています。あ、すげえ悲しそうな感じになってる。こんなことになるなんて。薫は唇を噛みしめた。誰と話す？佐伯薫。犯人からの犯行声明文が届いたとニュースで聞きました。実物を見せていただけますか？ええ。薫はうなずくと俺に一通の封筒を差し出してきた。どうする？見る。何を見る？犯行声明文。俺は薫から手袋を借りると封筒を受け取った。封筒の中に入っていた手紙はテレビで公表されていたものとほとんど同じだった。違いといえば前回と同様、マスコミ宛ての方には関係者の言葉を誠実に報道するようにと添え書きされていることくらいだろう。どうする？話す。誰と話す？佐伯薫。今日は佐伯議員はいらっしゃいますか？ええ、奥にいます。父と話していただけると助かります。父は昨夜からほとんど何も話さなくなってしまって。それは事件のことで？おそらく当然ショックはあったのだと思いますが、しかし
これだけの事態を前にただ口をつぐんでいるというのはな。正臣の立場を考えると問題があるように思えるが、とにかく様子を確認してみるか。俺は陽子くんを事務所に残すと、カオルとともに正臣の部屋に入った。神宮寺さん、どうも。正臣は椅子に座ったまま俺に会釈した。会釈って感じの顔じゃないけど。その顔には今までにも増して暗い影が感じられた。どうする？話す。誰と話す？佐伯正臣。昨夜も犯人の凶行を阻止することができず、本当に申し訳ありませんでした。俺はまず正臣に頭を下げた。事件現場にいたにもかかわらず、こんな結果を招いてしまって。いえ、警察も阻止できなかったんです。仕方ありません。なんか頭痛いみたいになってるけど。正臣は俺に首を振ってから顔を上げた。尾崎の入院先には今朝行きました。思ったよりは元気そうで、医者の話ですと全治1週間程度だそうです。そうですか。あまり大事にならなかったのは何よりです。ええ、不幸中の幸いでした。しかし、今朝届いた犯行声明文の内容からすると、犯人はまだ犠牲者を出すつもりでいるようです。それももっとひどい形で。頭痛いね。何を話す？講演会に行ったこと。昨日、講演会事務所に行かれたそうですね。ええ、尾崎に話があったんです。向こうには30分くらいいたでしょうか。爆弾には気づきませんでした。特に不審な人間も見かけませんでしたし。何を話す？真実について。犯行声明文にはまた「真実を告白せよ」という言葉が書かれていましたが、真実に思い当たることはありませんか？ええ。正臣はぎこちなくうなずいた。こっちもつらいね。何を話す？犯人への対応。今後の犯人への対応についてどう考えていらっしゃいますか？警察の捜査を待ちたいと思います。もちろん神宮寺さんの調査も。そのための協力は惜しまないつもりです。なら、その時カオルが耐えかねたように口を開いた。どうして本当のことを話してくれないんですか？カオル、こんなことになっているのに、いつまで私たちに隠し事を？教えてください。真実というのは何なんですか？すまないが、私にも一体何のことなのか。それを要求されている本人なのに。お父さん。カオルは声を荒上げ正臣を睨んだ。今犯人の要求に応えることだって考える時でしょ。また犠牲者を出すつもりなの？分かっている。正臣はうめくように叫んだ。お父さん。そんなことは分かっている。もし私に真実の告白ができるのなら、
それで被害を出さずに済むのならそうしている。しかし私には告白しようがないんだ。あれが本当に真実なのかさえわからないのだから。どういうことだ？何を話す？真実について。真実の告白はできない、そうおっしゃるということは真実が何か分かっているということですか？教えていただけませんか？せめてそれだけでも。すみません。マサミはそう言うと椅子から立ち上がった。そろそろ出かけなくてはならないんです。申し訳ありませんが、これで。すみません。後で時間は取りますので。マサミは俺に頭を下げるとドアに向かった。お父さん。今日はついてこなくていい。事務所の方を頼む。わかりました。俺は部屋を出ていく正臣を薫とともに見送った。どうする？話す。誰と話す？佐伯薫。父のあんな顔初めて見ました。あんなに苦しそうなのにどうして何も話してくれないんでしょう。私にさえ何も話してくれないなんて。正臣がこんな状況になってさえ真実を明かさないことは不可解だが、正臣の言葉通りなら犯人の要求も不可能だ。正臣は自分では要求に応えられないと言った。なのになぜ犯人は正臣に当てて真実を告白せよと要求してきたのだろう。どうする？じゃあ推理します。今の時点では正臣が何を隠しているのかはわからない。事件に関わる可能性が高い以上それは調べていく必要があるだろう。調べるべきことは山ほどあるな。少し整理しよう。まず調べるべきことは今回の事件の犯人と目されている檜山圭一についてだな。檜山について調べるには誰を当たるべきか。檜山圭一について調べるには誰を当たる？上田咲。檜山のファンなら檜山には詳しいだろうか。一応話を聞いてみよう。他には誰を当たる？尾崎博。昨夜も話を聞いたが、また話を聞いてみた方がいいだろうか。他には檜山圭一について調べるには誰を当たる？吉住誠司。吉住は学生時代尾崎と同様に檜山との付き合いがあったという話だ。話を聞きに行ってみよう。次に調べるべきことは犯人から会ったという電話についてだな。正臣はなぜかその内容について口を閉ざし始めた。そして犯人もその電話の内容に限ってはマスコミに何も露出していない。正直電話については内容はもちろん本当にあったのかさえも疑わしい。まず電話が正臣の言葉通りにあったのかどうかを確認する必要があるな。そのためには犯人からの電話について調べるには誰を当たる？上田咲。正臣は犯人からの電話は佐伯正臣事務所にかかってきたと言っていた。
まずその電話が本当にあったのかについて確認を取りたいところだ。正臣が電話があったと言っていた時の状況について、事務員である先に話を聞こう。次に、昨夜の事件についても調べよう。昨夜の事件について調べるには、誰を当たる？尾崎博。被害者である尾崎に話を聞きに行こう。今入院しているが話くらいはできるだろう。他にも話を聞いた方が良さそうな人間がいるが、昨夜の事件について調べるには誰を当たる？三好志保。鑑識の調べはそろそろ進んだだろうか。何か分かったことがあるかもしれない。話を聞きに行ってみよう。ひとまず、こんなところか。いや、もう一つ確認を取りたいことがあったな。志賀が言っていた尾崎たちの不正についてだ。これが犯人の動機となっている可能性も否定はできないが、しかし、尾崎には昨夜、影もあるなと釘を刺された。この件で下手に動くと、尾崎を含めた関係者から捜査協力を得られなくなる可能性もある。調べるとしても、極力目立たないようにやりたいが。神宮寺さん、どうされました？考え込む俺に薫が声をかけてきた。ああ、いえ。薫は不正については何か知っているだろうか。前に、薫は正臣のことを、金や利権で動く政治家ではないと言い切っていた。その言葉に嘘は感じられなかったが。どうする？話す。誰と話す？佐伯薫。以前に佐伯議員はお金や利権で動く政治家ではないとおっしゃっていましたが。ええ。佐伯議員はかなりそういったものに潔癖なんでしょうか。はい。知事のそういうところは本当に尊敬できます。そうですか。何か？いえ。どうして突然そんなことを？薫は尖った声で俺をにらみつけた。あなたまで父を疑うんですか？あなたまでか。今、正臣がマスコミなどからあれこれ言われている状況が、薫の神経を尖らせてしまっているようだな。そういうわけでは、ただ念のため確認を取らせていただきたいだけです。薫 はそれでも不服そうにしていたが、やがて顔を上げた。どこの誰が何と言おうと、父が汚職というものを嫌っているのは間違いありません。それに万が一、ワイルドのあれば、秘書である私がすぐに気づきます。汚職などありえない話です。薫は迷いのない目で俺にそう言い切った。嘘などついているようには思えないな。と言って、正臣の政治家という立場が尾崎の不正に全く関与していないとも思えないが、この件については今のところ調査のめどがつきそうにないな。ひとまず深追いせずにおくか。どうする？移動します。俺は薫と共に正臣の部屋を出た。先生、いかがでしたか？出迎えてきた陽子君に俺は首だけ振った。そうですか。
まあ地道に調べていこう。今後の調査についてだが、俺は先ほど決めた調査方針を予告に伝えた。わかりました。では、まずは犯人からの電話について調べよう。話を聞くべき相手はそこにいるしな。俺は先の姿を横くんに目で指し示した。そうですね。お話を伺いましょう。どうする？はい、じゃあ今回はここまでにします。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。